関末エイジ、29、主演の水曜ドラマ、こっち向いて、読む海君。日本テレビ系は、SNS では、ジェンダー問題を娯楽の形で伝えてくれるなどと好評だが、視聴率は伸び悩み、配信サービス、トバーのドラマランキングでも下位に沈んでいる。7月26日放送の第3話の内容は以下。振られてばかりの向井、関末エイジに、3年前に会ったきり音沙汰がなかった女性、チカ、藤間宗氏、28、から突然連絡が。チカは婚活疲れしており、向井と再会すると、私と結婚に向かってみるって、どうでしょう?と申し込む。二人は3年前にワンナイトで体の関係を持っていて、チカは向井と性的関係が不快ではなかったという。一方、向井の恋の相談相手、コウキ、春、32、は、同僚でバツイチの神田、市原隼人、36、に呼ばれ、向井の心配をよそにかの部屋へ。また、向井の妹、マミ、藤原さくら、27、は、夫、元気、岡山天音、29、の、バカで生き生きしているところが好きだったが、大黒柱と言われてプレッシャーを感じていることなど、結婚して彼が変わったこと納得していない。そんな思いを母、孝子、財前直美、57、に明かすと、孝子は、自分はマミの時代とは違って、夫婦別姓など結婚について深く考えていなかったと振り返り、今は難しい時代だと語った。そして、相手の価値観を聞いて、自分の価値観を伝えることから始めるのがいいと助言。後日、マミは元気に、大好きだよと伝えると、結婚をやめると言い出して、という展開。視聴者の SNS 上の反響は、今回はいろんな人たちの恋愛がフィーチャーされていて、いろんな価値観について考えさせられて、大人たちの恋愛って感じがした。ジェンダー問題の意識があまりにも低い向井くんが、どんどん変わっていくところがとても好き。男性にこそ見てほしいんだよな、などと、称賛する声が多かった。数字が伸び悩む原因は?しかし、平均世帯視聴は 5.2%。ビデオリサーチ調べ、関東地区と、前回から 0.1 ポイント伸び増で 5% 台前半に停滞中。見逃しサービストバーでも、今期放送の恋愛ドラマの中で、ランキング、いいね、数ともに、物足りない成績になっている。これは、SNS 上の、離脱しそうだ。想像してたラブコメと違った。ラブもコメももっと欲しい。3話目で脱落。1話目は面白かった。2話目は少し説教っぽくて男性差別のところを感じた。今回は完全に、逃げ恥の2番煎じで夫婦別姓だの、鬱陶しかったなど、批判的な声に関係がありそうだ。元作は、男女の恋愛観の格差を浮き彫りにする、意欲的な作品のようです。男女の問題に意識的な人たちには評判がいいようですが、一般視聴者にはエンタメが足りなく感じるのでしょう。ドラマのテーマ部分に関する不安に関しては、関末や春が講演しても、どうしようもないです。ドラマライター、山川。視聴者の指摘にもあったドラマ、逃げるは恥だが役に立つ。TBS 系は、元作と同様に従来の結婚観に異議を唱えてヒットしたが、逃げるは恥だが役に立つとの違いは、逃げ恥は主人公のみくり、新垣結衣、35、と大楽庵、星野源、42、が、新しい夫婦のあり方に悩みつつも、ところどころに二人が歩み寄る、キュンを入れていて、バランスの良い構成でラブコメとしても成立していました。今のところの、向井くんは、そのサービス部分が足りないのが弱点でしょう。特に第3話で激減したのが、ちょっと心配ですね。前室のドラマライター、山川。とはいえ、物語はまだ第3話と序盤戦。今後、向井が成長して、恋愛がスムーズに進むようになれば、恋愛展開の硬さがソフトになっていくかもしれない。回想シーンのみで登場していた元カノ、美和子、生田絵梨花、26、が、現在の向井とリアルに再会するなど、今後の展開に期待したい。画像、関末エイジ、ファンシー、女優ミラーで笑顔もキラキラ度アップ。今後の盛り上がりは、向井くんの成長にかかっている。